里崎チャンネル。ちょっ。さあ、沖縄キャンプリポート第3弾。沖縄が暑い。ちょっと大変なことになってんですよ。体が。見てください。これ。この日焼け。見てください。もう真っ赤になってきてるんですけど、これ。テリーマンかっていう。あ、皆さんテリーマン知ってますか？この、こっち腕時計してるから。やばくない？これ。日焼け。まあ、最近もう暑いからポロシャツだけで行ってんだけど、これ、テリーマン、これこっから取られて、アシュラマンに行っちゃう。はい、わかる人だけわかってください。これ最近やばいのよ、これも。沖縄が暑いっていうね、ところで本当はスタンドで見てるだけで熱中症になるんちゃうかっていうぐらいの暑さの中ね、キャンプ、視察やってますけども、まあ、今日はね、第3弾というところで、まあね、2月17日ね、名護に日本ハム対キューバ戦ね、見に行きましたけども、まあ、まずはね、日本ハムの情報からするとですね、まあ、この日はね、1番からね、浅間加藤、松本、野村清宮、上川端、で石井、で古川、万波とね、結構ね、いいメンバーを当ててね、まあ、こういったところはね、やっぱキューバもね、これから WBC を控えてるっていうところでね、まあ、キューバはこの日ね、対外試合初戦っていうところでしたけども、しっかりね、日本ハムの選手たちもね、その主力の選手を出していくっていうところではね、非常に良かったんじゃないのかなと。で、まだね、日本ハムの選手は若い選手が多いから、こういったところでね、キューバのね、海外勢とね、戦ってね、その中でいろんなこともね、学ぶこともあるだろうし、いい経験になったと思うんでね、非常にいいオーダーでね、戦ったんじゃないのかなと。まあその中でね、まあまず一つね、2番に、加藤選手ね、メジャーからね、逆輸入っていう形でドラフトで入ってきましたけども、結構ね、反対方向ね、しっかり懐まで入れてね、やっぱメジャー流かな、これ懐まで入れて打つっていうね、反対方向へのね、だからレフトへの打球っていうのは非常にね、コンパクトに、ね、そしていいスイングで、ね、綺麗なね、感じで。打ってたなっていう印象あるんでね。まあ、あれがね、だから、まあ、ロッテの高部的なね、感じはね、反対方向。だから、今度はこう、インコースをね、どうさばいていくかっていうところはね、見てみたいけど、非常に逆方向へのね、バッティングっていうのはね、良かったかなとね、懐まで入れて、懐も深いしね。まあ、あとはこっちね、多分攻められてくるから、それをね、どういう風に対応してくるのか、今後のね、オープン戦も含めてチェックしたいなっていうところもありますし、まあ、ここでね、外野が、浅間で松本、まあ、この日は万波っていうところが出てたけどね、浅間もホームラン1本含めて、足でも見せてね、非常にいい仕上がりしてたし、でもね、野手の中でよ、里崎が、わっ今年ちょっとこの選手、注目だねと思ったのが、まあ、初めて見たんだけどね、ニュースとかでは見てたけどもね、袴田さんが喜ぶ、静岡出身の、常葉大、キッカー高校から、立正大、ね、ドラフト5位で入団したですね、この選手、ね、奈良間大輝選手、ね、まあなんか2軍でね、猛打賞を打って、なんか宇宙界のね、ホームランも打って、まあ1軍でね、抜擢されて、この試合ね、途中から出たんだけども、宇宙界の打球がね、また伸びてね、でまあ足もね、いい形だし、でしかもまあね、内野いろんなところ守ってたからね、非常にいい形だなと。だから去年もね、まあキャンプとか出だしはね、水野選手が良かったけども、上川畑選手ね、途中からグッと来てもうね、ポジションを確立したように、この、今年1年終わってみたら、このね、奈良間選手が、ひょっとしたらいい感じのね、結果を残す可能性があるんじゃないのかっていうような、まあ、まだね、始まったばっかりだけども、ちょっとね、注目して追っかけたいね、この奈良間選手。非常にね、まあ、1打席しかね、見てないけど、その中でも、おっと思うね、ところもあるし、打球の伸び方っていうのもすごい良かったんでね、非常に、楽しみな選手だったかなと。で、まあ、石井選手がね、5打数3安打4打点とね、まあ、加藤選手が入ってきてポジション争いになるっていうところではね、またこういったところでね、若い選手の中でね、相乗効果で、そこでね、結果を出していかなきゃいけない、切磋琢磨してね、まあ、今年は優勝を狙っていくっていうね、新庄監督が言ってる中でね、この競争の原理っていうところは非常に良かったし、このキューバのね、対試合で打線の、ね、好調さっていうのは非常に良かったんじゃないのかなと思います。そして、もう一人、ピックアップするとするとですね、この日先発したね、吉田輝星投手。まあね、やっぱ去年もそうだけども、やっぱりね、この高めにね、ストレートが浮くっていうところがね、俺の中ではちょっと難点なんじゃないのかなっていうところでね、もうちょっと、まあ、高めに行くのが悪いわけじゃないけど、常に高めだとあれだからね、高めも低めも使いながらね、このコンビネーションでっていうところで、この日ね、3回44球、1安打3三振、無失点、無四球っていうところで非常にいいピッチングして、しかもストレートがね、結構ね、低めにもね、決まってて、そっからね、落としながら三振も取ったりしてたから、このね、日のピッチングのように、低めにね、しっかりついていって、ストレートね、この狙ったところにね、低めも投げて、狙ったところの高めも投げて、このね、抜ける高めじゃなくて、
て狙った高め狙って低めっていうところができればそこからねストレートの力はあるからね変化球がいいところに効いて非常にねこの面白く成長していくんじゃないのかなっていうところではねあのこの日のピッチングは非常に良かったと思います。そしてですね、もう一チーム今日はね阪神を取り上げたいと思いますけども、ギロ座にね、阪神対 DeNA の、試合を見に行ってね、まあ、ここでね、まあ、日刊スポーツの評論でも、書きましたけども、あの阪神ね、まあ、この日、先発の、才木っていうところはね非常にいいピッチング、あと西純也ね先発候補、もうねこの二人はもう素晴らしかったね。ストレートも力あるし、もう西純也も150キロオーバー出てたからね、これはもうね仕上がりも抜群だし、まあ、ただでさえね先発ね投手陣とか全体の投手陣ねクオリティがねチームとして高いだけにね仕上がりも早いし、ここら辺のね期待値は上がるなっていうね。でその中でね、まあ、あの注目したところで言うと、まあ、森下選手ねドラフト1位ね、まあ、前情報に言うとね離れててアウトコースがどうだろうこうだろうみたいなね情報があったけど、思ったほど離れてなかったね、もっと離れてんのかなっていうね。でしかもこの日もねあの1打席目上茶谷のねアウトコースのスライダーの出し入れっていうところではねしっかりボール球を見極めてフォアボールになってるし、次の打席ではねスライダーが目に入ってきたところをしっかり弾き返していくっていうところでは非常にねあの手話なバッティングで、あの外も見極めながらいい感じでバッティングしてんじゃないのかなと。だからまあ離れてるで言えばね、まあ右だったら長野とかね、あとは村上も結構離れてるからね、離れてるっていうのはねそんなまあ問題じゃないんだよ。まあこれ仮説だけどね、この仮説としてはこの傾向的には離れてるバッターっていうのは、まあ、俺もちょっと離れてるんだけどね、離れてるバッターっていうのはどっちかというとインコースが苦手でアウトコースは得意だから、離れてても多少のアウトコースは対応できますよと、逆にひっついてる選手っていうのはインコースは得意ですと、まあ、うまくさばけますよ、でもアウトコースが苦手だからつきますっていう傾向があるからね。だから森下はどっちかっていうとインコースの方が苦手なんだろうね、アウトコースの方が得意なんだろうね、だからちょっと離れてる、だからインコース来ても離れてる分ね厳しさよりちょっと甘くなるっていうところで対応しやすいから、まあ、そこをね攻めながらまたアウトコースになると思うけどね、そこでプロの球でねあのこの体勢を崩さないようにできればね非常に頼もしい存在じゃないのかなと。まあ、守備の方もねライト守ってたけど、まあ、いい形で守ってたんでね、まあ、今後ねまたこの相手も主力級がねどんどんオープン戦に向けて投げてくるんでね、そこでどういうプロの対応をねしていくかっていうところはあるけども、非常にねいい形のバッティングしてたし、そんな思ったより離れてないかなっていうね、ところもありましたね。あとはねミエセス、ロサリオぐらい低めの変化球が対応してなかったけども、これどうなんだろうね、高めとか浮いてきたら強そうだけどね、この低めのね、でも日本のピッチャーっていうのはもう打てないって分かったらそこばっかり投げるからね、でそこばっかり投げる能力あるから、そういったところでは低めの変化球の見極めとか、ね、この低めの球っていうところのね対応力が今後どこまで上がっていくかが試されるね。でも高め来るとね力あるだけにねあの怖さあるけどね、そういったところちょっと見ててね心配どころが、思ったかなと。でね阪神の中ですごいの見つけました。まあ阪神ファンの皆さんはね知ってるよって思うかもわかんないけど、俺は初めて見たのよ、すごいの、今年ちょっとこう注目したね、そのね佐々木が注目した阪神の選手ね、こちらの選手です、岩田正樹、2020年育成ドラフト1、ね、3年目です。九三大九州高校から九州産業大学から阪神と、なんと、2軍で最多の昨年41試合に登板で防御率 1.97 をマークと。で見たのよね、ちょっと岡田君がねちょっとフォアボール連発してその後出てきたけど、サイドスローね、あのもうブルペンでやってたけども、ブルペン外出てたからね、投げ終わった時ね土ぐらいに、これはだから球場によったらバックスクリーンから手が出て見づらくなるね。でもよサイドスローで大きいと見せかけて俺は真後ろから見てたんだけど、ボールの出所全く見えへんな、すごい、しかも前出てくるから、だから130何キロだったけど打たれたけどね一人だけ、だから岡留君が出したランナーを返しちゃったけども、まっすぐ振り遅れてたからね130何キロで、だから多分ね球速じゃない、あの球持ちのサイドスローだけどもずっと腕隠れてきて最後にピッて見えんのよ、それがね非常に多分タイミング取りづらいし、球の出どころも見づらいし、でねこの左のサイドっていうところではね、これひょっとしたらひょっとするんちゃうかっていう、今年このタイガースの中で新しい戦力でいうとこの岩田選手はね、おいいの見つけたなっていうぐらいね非常に面白い存在になるんじゃないのかなっていうところではね、ちょっと注目してみておきたいね。まあ、俺の経験則で言うとね、あのねヤンキースにいたマイク・マイヤーズっていうピッチャーいるで、俺あの見てる時はホームをねでっけえホームだなと、こんなもう左のサイドやろと、めっちゃ打ちやすいんちゃうかと思って2006年の日米野球で当たったのよ。そしたら打席立ったら全く見えないの、球が
あんな映像で見たらめっちゃでかいのに。で最後体のとこから急にボール出てきて、球速くないんだけどめっちゃ差し込まれるっていう体験したことあるんだけど、そのピッチャーにね、この岩田くんはね似てるような気がするんで、だから今年はかなりのね注目どころかなっていうね、まあ、楽しみに見ておきたいね、どういう風に成長していくかっていうね。であと DeNA ね、この試合上茶谷、投手ね先発して3回46球4安打2三振1球2失点したけども、両コースねスライダーシュートフォークというところでね、この両コースの幅を使って、まあ随所随所にねいいピッチング、いい球もあったんだけども、やっぱりねこのね右バッターへのシュートでカウントを取れないとアウトコース一辺倒になるんだから、そこをね狙われて打たれるっていうかね、その対応しやすいっていうところもあるから、このねシュートが生命線だね。このシュートをしっかりコントロールよく右バッターのインコースにストライクゾーンに投げれていって幅利かせれば、非常にね効果的なこの外のねこのサイドコースのね幅を使った投球ができるから、非常にいいピッチングができるんじゃないのかなと思ったけども、やっぱこのねシュート生命線だね。何気にここでカウント取れるかどうかが勝負で、この日ちょっとねその精度が悪かったかなっていうところはねあったね。であとはね、あの昨年のドラフト1位の小園投手投げたんだよね、1回17球1安打1つのフォアボールっていうところで、体はね確かに去年よりでかくなってるなっていうところはあるけども、なんかね腕の振りとボールの勢いが弱いのよ、振ってる割にボールがいかないっていうね、だから全部はねなんかパワーロスしてるっていうか、このなんか伝わってないんだよねボールに、だから全部は緩い、だからこれだからまあ去年なんか聞いたところによるとブルペンにも入ってないし、立ち投げオンリーで傾斜ついたところで投げてないっていうね、まあそれは球団の方針だからね、まあそれはそれでいいかなとは思うけどね、まあ俺は高校で上げてきてプロになって1年目落とすっていうのがどうなんやと思うんだよね、そこそこやってきたんだとそのままの勢いで、あね、こんな上げる必要ないけど普通に上げていけばいいけど、プロ1年目で落とすっていうのはね、まあ、俺はよくわかんないけども、まあ、そういう方針で、だからそこら辺までねこのやり始めたばっかりっていうところもあるからそうなんだっていう声も聞いたけどね、でも若干ねあのこのフォームの力強さとボールがね反比例したアンバランス、ちょっとね出力弱いボールへの、だからそこら辺がね今後どうやって成長していくかっていうのは、まあ、楽しみでもあるしね、ドラフト1位だからね、ここからねこの腕の振りと同じような出力がね出るように抜けたり、ね、この抑え効かなかったりね緩くなったりしないように投げれればね面白い存在に、ね、なってくるんじゃないのかなというところがね、まあ、今回の第3弾っていう、ね、いうところになります。まあ、熱いところでね頑張って見てますけども、まあね、第4弾もありますからぜひ見てくださいということで、まだまだ佐々木キャンプリポート続きます。それではさよなら。